今日の福音書はちょっと難しく見えるんですね。分かりにくく見えるけど、実際にすごく面白い話ですね。あるグループのギリシャ人は、外国人、ユダヤ人ではない人々はイエス様に会いたい、それから一人の住人の人たちの一人フィリッポに近づいてフィリッポにお願いしたんですね。それからフィリッポはイエス様に直接行かないで、もう一人の住人の人たちアンドレにお願いして、アンドレと一緒に、アンドレとフィリッポとこのギリシャ人のグループはイエス様に行って話したんですね。面白いことはこっちだけでなく、このフィリッポとアンドレはよく一緒に出るんですね。フィリッポとアンドレは全然違う性格でしたね。フィリッポは一つはよく勉強した人ですね。大学院で卒業したみたい人ですね。逆にアンドレはただ漁師、普通な人で、学校なかなか勉強しなかったみたいで、すぐ働きました。それからフィリッポは本当に丁寧な人で、敬語をよく使う人で、よく、ね、偉い人と付き合っていった。逆にちょっとアンドレは美容師だから、本当に下町の人とよく付き合っていったんですね。本当にシンプルライフやっていった、このフィリッポは、このアンドレは。それからフィリッポはよく考える人ですね。いろんなことをする前にちょっと考えているんですね。ああ、こうしたらどうになる、こうすればいいかな、こうしたらどうですか。逆にアンドレは、まあ、考えずにじゃなくて、けどすごく自発的な人で、何か考えたらすぐやります。そんなに考えすぎる人じゃないんですね。流れに従う人ですね。面白いことは、このフィリッポとアンドレは、まあ、ある程度仲良くで、二人ともイエス様に呼ばれたんですね。十二人の人たちの中で全然違うタイプ、性格、バックグラウンド、ね、背景は全然違う。けど、二人とも同じように、イエス様の弟子になることに呼ばれていったんですね。意味は、私たちはどんな性格でいっても、どんなバックグラウンド、背景、どんな勉強しても、どういうことしても、イエス様に従うことができます。フィリッポとアンドレは全然違う人で、けど二人ともイエス様にちゃんと従っていった、ちゃんと呼ばれていったんですね。それだけでなく、イエス様に従う、まあ、全然違う人けど仲良く間にできました。だから私たちも全然違う、外国人とか日本人とか、ある人はよく勉強した東京大学で、ある人は全然勉強しなかったとか、仕事全然違うけど、教会で仲良く、ね、全然違う人はできます。それは一つの目的ですね。今日の福音書の中でそういうことをよく描かれている。ギリシャ人とかフィリッポとアンドレとかユダヤ人とか、みんな一緒にイエス様に会いたい、イエス様といたいですね。それからイエス様の答え何でしょうかね。私の弟子になりたい人は自分の自身を捨てて、自分の命を捨てて、何か会いたい、イエス様こっちで。まあ、私のおじいちゃんは、私すごく大好きなおじいちゃん、1994年に亡くなったけど、彼は第二次世界大戦やりましたね、戦争してたんですね。彼はすごい人生があったんですね。イタリアからギリシャに行って戦争して、それからギリシャ人と結婚して、それからまだドイツ人来たら、ギリシャから逃げてイタリアに戻って、もう本当にもうすごい、ね、人生あった。当時の人々はきっとみんな大体そういうすごくいろんなことが、いろんな出来事があった人生だったんですね。特に私のおじいちゃんは、まあ、
聖人ではなかったんですね。本当にたまに怒ったり、すごいことをね、きつい言葉たまに使ったり、タバコいつも吸っていったり、まあ本当にそんなに、まあ、聖人の形じゃないけど、やっぱりすごいことをよくできたんですね。特に戦後、ね、戦争終わってから すごく貧しかったんですね。イタリアも、まあ、日本も聞いたことですごく貧しかったんですね。その立て直す国だけでなく自分の家庭立て直すとか、子供たちに勉強させるとか食べさせることは大変なことだった。例えば私の父は毎日働いていったのに、重たい仕事けど、毎日なかなか1回しか食べてなかったんですね。本当に節約するとか、それからその食べ物は全部自分の子供たちに食べさせる、または服はただシャツは1枚しか持ってなかったんですね。仕事のため他に買ってなかった。そのお金は全部貯まって教育のため、ね、私のお母さん、私のおじいたちと勉強させるためですね。彼はいろんな、ね、犠牲した、すごくいっぱいのことを捧げた自分の子供たちのために。その犠牲によって、その捧げたことによってうまくできた、ね、家庭で、あとは私のお母さん、おじいたちとかみんな結婚して自分の家庭作って立派な家族になりました。けど私のおじいちゃん、その時、あの当時ね、わがまましたらどうになるでしょうね。彼は考えたら、まあ子供を食べさせるな、私食べてしまうね、3回目。それから私ちょっと自分のため服もちょっと買ってとか、いろんなことをするとか、私のお母さんのおじは勉強できないとか、うまく育てられないとか、だから彼は自分の命を捨てた、ある程度自分のことはちょっとね、置いとったんですね。先に家庭にしたんですね。あの当時の人はよくそうしたんですね。自分の家族は先にしました、先に何でもしたんですね。私たちも同じようにするべきですね。私のおじちゃんは自分の命はすごく、ね、ちょっと置いとったんですね。ちょっと捨てたんですね、自分の家族を育てるために。そういうことを知った、だから命を得たんですね。立派な家族はできたんですね。だからイエス様言ったこと通りですね、自分の命を捧げるなら、救われるんですね、命を得るんですね。その努力しない限り何もできません。私たちもいろんなところでそういう、努力、そういう我慢ね、する必要がある。例えば勉強とかね、もちろん私たちはいつも遊びたいけど、勉強しなかったらうまく学校でできない、いい成績取れない、それからいい成績とかいい勉強できなかったらいい大学で行けない、いい大学で行けなかったらいい勉強できなかったらうまく仕事はできないかもしれません。だからその私たちはちょっと遊びね、自分のことをわがままにしないで、ちょっと将来とか自分のためと家庭のために考えるべき。だからそういうことによって本当に命を得る。イエス様はこの福音書の中で、このフィリッポとアンドレとこのクリスチャンにそういうことを勧めているんですね。自分のことを先にしないで、ね、もうちょっと将来家族と考えてください。そういうことを先にしたら、本当の命、ね、自分の命を救うことができます。だから、まあ、今日私の祈りはそのためですね。私たちはいつもこの毎日の生活の中で、わがままにしないで、本当に先に家族とか友達に知って、神様に、イエス様に従うことがうまくできますように祈りたいと思います。